それでは勝利ジョッキーインタビューです。第26回クラスターカップを竜の雪名号で見事制しました柴田義臣騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちお聞かせいただけますか。まあ、前回はちょっとね疲れがちょっと溜まってたような感じで一回放牧出してすごくリフレッシュした感じで戻ってきたんで、まあ、調整もうまくいきましたし、まあ、結果もちゃんとこういうふうに出してくれてほっとしてます。今日のレースですが位置取りなどイメージどのようなイメージ持って臨まれましたか。はい、前行く馬がね何とかいて、まあ、前にその目標を置くような形だったんですごくレース自体はもう自分のリズムで前を見ながらという感じで、まあ、すごく構成は楽でしたよね。直線内をついて抜けてきましたが、この辺り狙っていたんでしょうか。内深いイメージがあったんですけど、なんか見た感じもレース前のレースとか見ててもそれほど深くないんじゃないかっていう気持ちで、まあ、空いてればですけど、うまく、ね、内側がこう空いてたんで、スムーズに抜け出ることができましたね。この馬とは長くコンビ組まれていると思いますけど、このところの竜の雪名号、レースぶりどう感じていますか。ちょっとこう手間取った時期もありましたけど、なんとなくこううまくこう最近コンタクトが取れるようになって、うまくこう噛み合ってるんじゃないですかね。それがやっぱり成績に出てると思います。柴田義臣騎手ご自身、昨日 JRA 重賞最年長勝利記録更新しての今日の勝利となりましたが、今のお気持ちいかがでしょうか。はい、ですね、年がバレちゃいますね。できる限り乗せていただける限りは、まあ、やっぱり一生懸命乗っていたいんでね、非常にこういう記録っていうのは励みになりますし、皆さんまた応援してくれるんですごくこう力になります。またこれからも頑張っていきたいと思います。それでは最後に、ファンの皆様にメッセージお願いできますでしょうか。はい、この竜の雪名は、うまくこう今噛み合ってすごくいい状態なんでね、このままやっぱり秋に向けてまた悪いところはまた直しながら立て直していきたいと思うんでね、また秋いいレースができるように作っていくんで、皆さんもその竜の雪名を、強くなった竜の雪名を楽しみに、待ってていただければ、ありがたいです。よろしくお願いします。柴田義臣騎手でした。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。